ヒューストン美術館ヒューストン美術館はアメリカ合衆国テキサス州ヒューストンにある全米屈指の規模の美術館である美術館の収蔵品は6万点近くに上り世界各国の6000年前から現代に至る様々な作品を収集している美術館は展覧会などのプログラムや出版などを通じてヒューストンの社会に恩恵を与えており 展覧会、ワークショップ、リソースセンターなどを訪れる客は年間125万人に及ぶ。また美術館の館外活動には50万人以上が参加する。ヒューストン美術館の展示面積は30万平方フィートであり、アメリカでも5本の指に入る規模を持つ。美術館はダウンタウンのメインキャンパスに5つの施設を、さらに館外に2つの施設を有する。 リリーヒューロイカレン彫刻庭園の入り口バイユーベンドバイユーベンドの庭園1900年に公立学校での芸術及び文化教育を強化する目的でヒューストンパブリックスクールアートリーグが設立されたことに美術館の起源がある。1913年にヒューストンアートリーグと解消し1917年に美術館建設のための用地を取得した。 1924年に、ウィリアム・ウォード・ワトキンの設計で、美術館本館が開館したが、これは、テキサス最初の美術館で、アメリカ合衆国南部でも3番目の美術館だった。2年後には早くも増築が行われた。美術館の収蔵品は、その後テキサス州の石油ブームを背景に、多数の市民による寄付で拡大していった。大きな役割を果たしたのが、 テキサス州知事も務めた政治家、法律家事務、ホッグの娘であるアイマ・ホッグという女性で、アメリカインディアンの美術品やアメリカ建国前後の家具などの装飾美術品、ヨーロッパの前衛美術作品などを1939年に寄贈している。1944年にはイーディス・ストラウスとパーシー・ストラウス夫妻が87点の彫刻や絵画を寄付したが、 その中には、イタリアルネッサンスの名品などが含まれていた。1947年には、サラ・キャンベル・ブラッファーから、エドガードガや、ポール・セザンヌラ・フランス印象派の作品を寄贈された。1953年には、ケネス・フランツハイムの設計で本館に、ロバートリー・ブラッファー記念棟が増築された。さらに建築家、 ミース・ファンデル・ローへにより、足掛け25年にわたる美術館拡張計画が進められた。1957年には、アイマホッグから、美術館から8キロメートル離れたバッファローバイユーに、ある、邸宅及び14エーカーの庭園からなる、バイユー弁道と、アメリカ絵画や家具などのコレクションを寄贈された。1958年には、 ミース・ファンデル・ローへの設計による最初の拡張部分であるカリナンホールが開館した。1960年代には美術作品の購入と寄贈が進み、1970年時点で所蔵作品は1万2000点になった。1966年にはバイユーベンドが一般公開されている。1970年代以降今日まで美術学校、彫刻庭園、 新刊などの拡張が進み、コレクションもヨーロッパの装飾美術から中南米の古代美術まで様々なものが加わっている。また常設展示の規模を拡大するだけでなく、他の美術館からも集めた作品による特別展や現代の作家に焦点を当てる企画展も毎年盛んに行っている。カレン彫刻庭園内の作品、レーモンデュー・シャンディオンのザラージホース。 ヒューストン美術館には、アフリカ美術部門、アメリカ絵画、彫刻部門、古典古代美術部門、アジア美術部門、バイユーベンドコレクション、装飾美術部門、ヨーロッパ絵画、彫刻部門、印象派、ポスト印象派部門、ラテンアメリカ美術部門、近現代美術部門、インディアン美術部門、オセアニア美術部門、写真部門、サキコロンブス期のアメリカ美術部門、 版画及び、素描部門、リエンチコレクションなどがあり、その他テキスタイルや衣装なども収集を行っている。市民や企業による作品寄贈や購入基金への寄付により、コレクションはその規模や対象地域を拡大している。例えばグラッセルコレクションは、アフリカの金細工、インドネシアの美術工芸、コロンブス到来以前のアメリカ大陸の遺物などのほか、 ロヒール・ファンデル・ウェイデン、フランス・ハルス、ジョバンニ・ディ・パオロ、カナレット、フランシスコ・デ・ゴヤ、ジャンバティスト・カミー・ユ・コロー、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーら14世紀、15世紀のルネサンスの巨匠から19世紀に至るヨーロッパの画家たちによる絵画などからなっている。近現代美術では、クロード・モネ、ピエール・オーギュストル・ノワール、ポール・セザンヌ、エドガードが、 パブロピカソ、アン・リ・マティス、ジャクソン・ポロック、アンディ・ウォー・ホール、ドナルド・ジャッドなどの重要な作家の作品が集まる。コレクションのうち重要な作品の多くは、個人像の作品の寄贈を受けている。ジョン・エー・ベックとオードリー・ジョーンズ・ベック夫妻のコレクションは、その最たるものである。また、アルビン・ラン・グダン・コバーン、モホリナ・ジラースロー、マンレイホカ、ヨーロッパ、アメリカ、ソ連など、 各国の写真家の作品も収集されている。ありがとうございます。